はい、ゆっきーです。ですね、今日はですね、稲葉と、稲葉のツナとタイカレーのレッドと、稲葉の、ツナとタイカレーのグリーンを、食べ比べしてみたいと思います。よし。とりあえずですね、こちらをレンジで、レッドから食べますか。レンチンしますか。いいよ。よいしょ。レンチンしましょう。よいしょ。まあ、今ね、このご飯をね、この、解凍して、レンジで5分ほどチンしました。うん。大量にね、冷凍庫に入れといて、こういう器にね、入れといた。結構楽です。じゃあチンします。こういうね、あれは便利です。なかなか一人暮らしで。よいしょっと。このグリーンがね、結構辛いと言われてます。このグリーンが、ね、これ前回食べたのがなんだっけ、これ違うんだよね。なんとかとタイカレーのツナじゃないんだ。チキンか、チキンとタイカレー。はい、ちょっと皿がでかいのしかなくて。それではいただきましょう。いただきます。あ、チキンよか甘くない、ね、チキンのレッドはむちゃくちゃ甘かったけど、これは甘くないわ。でも全然辛くない。むしろちょっと酸っぱいな。うん。あれだな。全然辛くない。辛くないじゃねえ。辛くもないし、甘くもない。原材料名が、カツオとココナッツミルクと、レッドカレーペーストと、唐辛子とレモン、違う、レッドカレーペーストと、砂糖と大豆油と、唐辛子と昆布みかんの葉と、増粘剤とクエン酸。一応ココナッツミルクは入ってるみたいですけど、全然あれですね。そんなに甘くない。ちょっと酸っぱい。酸味がある。うん。でもあれやな。あんまり。なんか。美味しくはない。なんか、酸っぱいカレーみたいな。酸っぱいカレーってなんか、あれやな。ある意味斬新やな。うん。酸味がある。カレー。ちょっと斬新です。
グリーンいってます。グリーン。グリーン。これがめちゃくちゃ辛いという。噂ですわ。めっちゃでかい葉っぱ入ってるもん。なんか。どれ。よし、いただきましょう。いただきます。ん、あ、やっぱこっち酸っぱいな、なんかな。あ、確かに辛いは辛いけど、そんなでもない。ほのかに辛い。チキンとタイカレーの方がまだなんかあれやな、酸っぱさがないから。なんかこっち酸っぱいんだけど、全体的にこのツナ系のやつ。全体的に酸っぱい。ピリ辛ですね。まあ確かにレッドよりかは断然辛い。あ、辛い。まあこっちもあれですね。ココナッツミルク入ってるから。でも甘くない。甘いっちゅうよりか、あの、やっぱ酸っぱい。個人的にあれだな、ツナとタイカレーはあんまり美味しくない。全体的にチキンとタイカレーの方が美味しい。と思います。なんかカレーらしくないよね、こっちはね。基本的にカレーってしょっぱいでしょ。こっち酸っぱいの、なんか。そこはやっぱ、独特だよね。酸味のある、カレー。
なかなか、ね、独特や。そんな辛くなかったですけど、まあ、うん、まあまあかな、うん、これは多分、まあ、でも甘くはないからね、まあ、二つ星ぐらいかな、うん、ということで、ご視聴ありがとうございました。